川田湖冬物語、今年も来ました。来ました。行きましょう。ようこそ川田湖。かわいいな、顔見てたの。顔写真でしょ。入っていこう。光のゲートくぐると川田湖。いい匂いしたな、屋台。何に毎年来ちゃうかもしれない。マジか。うん、いっぱい並んじゃう。でもあえてこっちから見よう。あったかワイン飲む。これはアルコール。あり。ありダメじゃん。運転手。アリコール。アリコール。冬の桜だよ。冬に咲く桜。冬桜。うん。ここで写真撮れるっけよ。かわいいよ。あれがバナナボート、例の。土日しかやってんねえか、やっちゃうよ。去年たまたま金曜日で戻ってきたんだけどさ。あ、今日ちなみに金曜日だはんだ。おろしちゃうやったらもんね。おごる。うん、本日のイベント。8時から花火だって。ほら、やっちゃうよ。ほら。おぉ、あれあれ。あれか、すげぇ。あれ、面白いやつ。あぜやるべ。バナナボートに乗る前に一回ソリで鳴らしておこう。よし、乗り乗れ。あ、そっちそっち。ちょっと待ってな。あ、そっちそっち。ちょっと待ってな。ノリジ、やってくれるな。やってくれるな。まずそうで今。覚えてよ。楽しい。微妙。よし、じゃあ坂の上を目指そう。なんか右側はえぐくね、最初。崖さんになっちゃうじゃん。左はなだらかけど長い。いや、なだらかでもねえな。だんだんあるや。うねうねしてるじゃん。そこやべえくね、そこ。はい。衝突。今度は二人でチャレンジか。足やば。なみなみすげえもんな。でもやっぱあのハードなやつの方がハードだよ。それハードだもん。よし、じゃあこのままボナーボート行きましょう。3人です。3人、1500円。おおおおおお、速い。おおおお、前に行け。おおおお、真横真横。よし、バナナボート終わったはんで、今度はゆっくり見て回ろう。鎌倉。何？迷路じゃない？迷路かも、迷路かも。チャペル迷路って書いてる。チャペルしか書いてねえよ。嘘、好きだな。好き。チャペルだ。ここで結婚式。
おお、レベルアップしたな、去年より。おお、メールになってる。これはツル。おツル、かわいい。そしてあ、ツルがチュッチュしてるってことね。おみくじ。うん今年はツルがあるぞ。うん、これではすげえ。でも氷やべ。氷じゃない。違う。プラスチック製の氷やべ。次氷。こっちは雪像だ。雪像でねえや。氷像だ。お上手。トラゴン竜。トラゴン竜。うまいね。尻尾折れたんだ。あ、ほんだ。こっからか。うん。くっつきそうじゃない。頑張れば。接着剤じゃない。いや、氷やない。じゃあ、あっちのユガンダハウス見に行こう。ゆがみあるハウス。ゆがみあるな。クズゼラドス。え、何あれ。これ、お金。え、怖え。ほら、やばん。真実のローマだよ。なんかいろいろ混ざってる。なんか怖いくね、ちょっと。怖い。手入れてみな、そこさ。なんか怖い。食われるかもよ。え、なんともね。怖い。ってな。え、これ普通入れんのかな。やめろ、触るなって。取れる取れる。あ、普通でね。溶けていくんだべ、だんだん。これ去年も？去年は願った、これ。これ若干ハスコロだよな。ちょっと怖い。怖さもあるし。鼻穴だわ。鼻穴だ。よし、じゃあ屋台に行ってみるか。こたつ屋台。いつものここに入ろう。したぜ、わら焼き。さあ、作ってくれ。わら焼き丼。わあ。白米ライス。白米ライス。まず玉ねぎを敷き。おお、美味しそう美味しそう。玉ねぎを敷き。これが。肉を乗せ。お肉を乗せ。玉ねぎを乗せ。玉ねぎを乗せ。切りにいっちゃう感じ。でしょうね。やべえな。この汁がうまいんだよ。それだけ飲めばいいじゃん。ええ。どうですか。うん、美味しい。玉ねぎですね。よし、食うぞ。ネギから。うん、シャキシャキ。次に行くから。から。噛み切れる。次、ベンチョウマから。混ぜて食えば美味しいな。うまい。めっちゃうまいやん。腹ごしらえしたので、釜場に行きましょう。釜場ってやべ。実際カマバードハンデの屋台の雰囲気がいい感じで、人あんまいねえけど。これから食べ。入り口に行くありや。去年この通路谷間まぶしかったよな。青い刺すような光が。どうぞ。すげえフリッカーでしょ。お、頭ぶつかる。危な。やってるのかよ。サブ取り。なんか来ないか。あ、高いのみたいな。待って、ここ借金の前まで。あ、マジ。うん。そういう理由は後でわからん。リンゴのグラス入れてください。あー、今行こう。飲まないうちにこっちゃうからね。おお。こっちなんだよね。あ、溶かした方がいいんじゃない。飲んでみよう。こってんのかな。こう、あ、こてら、やべ。あ、やべ。やべやべ、完全にこてら。あ、ちょっと出てきてる。ダメだ、下もこ。溶かした方がいい。あ、ちょっと溶かすか。ワイダリしてないから。あ、いい感じ。そこ凍るじゃん。うまい、うまいやん。持ってきたんだ。こたつ食べない。こたつ食べる、気をつけてよ。はい、どうも。どうですか。うまい、うまい。リンゴも食えるんだね、最後。おいしい。うん、まあリンゴの味。やっぱ夜になればイルミネーション綺麗だな。冬の桜が綺麗だよ。これカップルのやつだね。ハートマークだ。あ、なるほどね。うん。さっきはな、ちょっと光っちゅうぐらいだったけど、うん、夜さなればやっぱ青全開だな。すっげえ。目に刺さる。綺麗だよ。でもワーのトップ側はこれなんだよ。入り道もほら綺麗。雰囲気醸し出しちゅうな。
じゃあ夜の花火までこの辺で待機してよう。